テスです。はい、タカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気しましたでしょうか。本日からですね、しばらくちょっとカメラ系の話をしていきたいと思います。まず第1弾としては三脚のお話です。僕はですね、こう今までですね、いろんな、三脚を使ってきました。その中でも今僕が最大の悩んでいるところ、テーブル三脚っていうところなんですよね。で、今回ですね、こういったテーブル三脚に、僕が沼になっているかっていうとですね、Vlog にハマっていまして、G100 で Vlog を撮ってるんですけど、それがね、今回この沼にハマった原因なんですよ。というのが、テーブル三脚って結構ね、テーブルに置くっていうのがまず最初の一つの目標だと思うんですけど、もう一つの方で僕は悩んでいて、こうテーブル三脚を使って外で自撮りをしたりとか、こう Vlog 撮影をするっていう時に、ある程度のこう距離とか機能とか、いろいろ欲しいなって思ってたんですけども、なかなかそれに見合うものがないっていうところで、こういろいろ探してきました。で、今回ね、やっといいのが見つかったので、ちょっと皆さんに紹介したいなと思います。で、今僕が使っている、テーブル三脚たちをまず一通りご紹介しましょう。まずはですね、こちらトライポッドフリップ、これは G100 についていて、ここロックがボタンだったりとか、あとストップボタンとかシャッターボタンっていうのがいろいろついていて、結構便利ではあるんですよね。便利ではあるんだけども、ちょっとね、小さい。なのでこう自撮りした時とかでですね、やっぱこうレンズの広角だといいんですけども、広角じゃないレンズだった時ですね、なかなかこう顔がビッグに映っちゃってですね、まあ顔がでかい方なんで、あんまりね、こうよろしくないなっていうところがあって、これはちょっとね、今のところうーんっていうところが悩まされているところです。で、続いてですね、僕が、以前ですね、いいよいいよっていう風に言っていたこの種類のですね、レッドの三脚ですね、この赤い三脚もかなりいいんですよ。まあ、外で撮影する分においてもですね、様々なこう、ギミックが搭載しておりまして、まあ、立てることも可能だし、なおかつですね、ここの部分ちょっと伸ばしたらこれぐらい伸びますよとかするんですけど、これのね、最大の欠点は何かっていうとですね、まあ、頑丈がゆえの重さっていうところですね、非常に重たいんですよ。なのでなんかこう持ち運びたいかどうかで言うと、あまり持ち運びたくない。だってもうこの状態の時点でもうほぼね、ハンマー持ってるようなもんなんですよね。だからね、あんまり僕はね、好きじゃないなっていうところで、で、軽くて伸びていい三脚ないのってこうAmazonで見てたらですね、ついにありましたよ、こちら、ウランジというメーカーから出ているですね、三脚にはなるんですけど、この三脚がね、とにかく素晴らしいんですよ。ウランジの MT16 っていうやつになっておりまして、これの一個下のモデルで08が3段式、これは4段式っていう、まあ違いがあります。で、これのね、素晴らしいのは、まあなんといっても軽さが軽いっていうところと、あと立てれるし伸びるし安定感抜群だし、持ちやすいし自由運転もちゃんとついてるし、なおかつホットシューがここについているっていうところが最高なんですよね。いろいろね、こうギミックがあるので、ちょっと見ていきたいと思います。じゃあどうぞ。こちらがですね、ウランジの MT16 になっております。まずいろんな機能があるって言ったんですけど、まず最初の機能としては伸びるっていうところなんですよね。伸びるってどれくらい伸びんのっていうかも知らないんですけど、これまずですね、ヒュッヒュッヒュッと、これが最大まで伸びるところなんですよ。なので、自撮りした時とかのですね、わりかし高い位置、わりかしこう距離を稼いでくれるっていう点では最高だなっていうふうに思います。ここの、可動部分もですね、そんなになんだろう、硬くもないですし、まあだからといって軽すぎるわけでもないので、重いカメラを乗せてもですね、全然大丈夫な形になっていると思います。で、三脚の開き方としてはここが開く形になっておりまして、これもね、結構考えられてるなって思うのがここの部分なんですけど、磁石が搭載してあるんですよね。で、磁石が搭載してあって、このように畳み込むことができるので、カバンとかに入れていてこうパカ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 開くことがないっていう点ではいいかなって思いました。で、これ結構珍しいんですけど、ホットシューがですねここについていまして、なのでここにライトをつけたりとかも可能です。なので、ライトをつけたままこのような形で持って、Vlog 撮影っていうのもできる形になっています。で、ボール自由運転に関しましては結構スムーズに動きまして、このロックも結構ガッチリとはまる形になっているので、重いカメラをつけてもですね大丈夫だと思います。僕の場合 G100 にですね、8mm の、超広角レンズをつけたりとかもしてるんですけど、重さ的には多分 1.5 か 2kg ぐらいだと思うんですけど、それでも全然ねこれが落ちてくるってことはなかったので大丈夫だと思います。で、僕の場合ね、これをねさらに便利にするために、毎度おなじみのですねベルボの QRA4 をつけておりまして、これをつけるとですねクイックリリース中機能もつけれるので、かなりね、スムーズに、カメラの設置っていうのができる形になっています。
はい。いかがだったでしょうか？これ最高にいいかなって僕は思っていまして、やっぱりこうね、こんな形で、ちょっとここをね、角度つけて、こういう風にして、こういうこともできるし、やっぱこれぐらいの角度があるとですね、それなりにね、顔以外のところ、背景も映るので、結構 Vlog としては見栄えがいいんですよ。なので、僕は結構これ気に入りました。はい。ぜひですね、僕の概要欄の方でですね、こちらの、購入リンク貼っておきますので、ご購入ください。で、やっぱりおすすめはですね、僕はこのまま使うのも結構いいと思うんですけども、やっぱりこういったベルポの QRA4 とかをつけるとですね、他の三脚とかに付け替えするときもですね、かなりこうスムーズにこう、作業ができるので、僕はこういったクイックリリースシューを、つけることをおすすめします。ぜひですね、僕を真似してですね、Vlog を撮影したりとかいう人がいらっしゃいましたら、こういったものを導入してみるのもいいかなと思います。はい、それでは今回の動画は終了になります。チャンネル登録、高評価、よろしくね。バイバイ。